ミルウォール、ポーツマス、ブリストルシティ、ミドルズブラー、そしてここら辺もう全部行っちゃうかね、行っちゃいましょうか全部ね。もうね、もうこのね、この順位がやだね。前回ね、本当この前の試合はね、びっくりしたね。本当ブライトも引き分けてくれてよかったよね。得失点差が結局なー、やだなー。4のまま変わんないってことか。よーし、じゃあミルウォール戦行こうか。いやー、ちょっとね、なかなか点が取りづらくなってきたなね。あと天候にも恵まれてなかったけど、今日は晴天だ。本日は晴天なり。あー、そうなる。まあ、いいや。ほら、しゃー、うー、曲がったね、超曲がったね、逃げたね。行きまーす。ブンブーン、ブンブブンブブン、見えない見えない見えない、ブンブブン、イエーイ、気持ちいいね。あ、いつ、いつ、いつ、ここでーす。ふんわり。いつ、いつ、ここで打つけど、ふんわり。Intercepting. Well, there's a big trying to steer it through. In with a chance. Yes! The equaliser. Joy. Giorgio Shelby coming on strong and looking to play. A great chance to go in front. And they have done. And with such
the match. Well, it looks that way, doesn't it? And all they've got to do now is concentrate defensively. The decider coming so late in the game. Not much time at all, is there, for the opposition to get back now. Here is another angle on that goal. Outside the box. Down. The game being played in one half of the pitch at the moment. The team with possession finding it hard though to get into areas where they're going to score a goal. And here's the shot. Well, they set up to defend, Alan, but they conceded after all. Yeah, you can say that they invited that pressure, that the goal was coming. And now, really, they've got to change their attitude, haven't they? It is certainly the kind of match that we thought we were coming here to see, with the better team playing the better football. Yeah, and they've handled that expectation, haven't they, in terms of being strong favourites. So, fair play to them for that. Delivered into the box. And it's the equaliser here.完璧じゃーん。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8。やったねー。もう完璧だった、今の流れは。もう俺の大好きなね、エスカレーターって呼んでんだけど、このマイナスね、ボンって。あ、マイナスじゃなかった、全然。でも完璧だ、今の。そう、横からだん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 ってなるやつが好き。これはもう大好き。あー、いいね。うわー、ポストに当たってる。これはもう無理だ。よいしょ。ほら、アダム、いってこい、いってこい。お前も当てたか、ポストに。なんてやつだ。もう完全に流れが来てるよ。もう俺がすぐね、ボール奪ってからのカウンター、ショートカウンター、ハーフカウンター、もう最高じゃん。もう俺しか仕事しないよ、ほぼ。俺が奪ってパス出して頭が決める、終わりじゃん。はい、いやーもうこっから打たれて、あのスピードでそのコース、もうダメじゃん。無理だ、反応できない。アダムすげえ。やるねー。あ、すごいな。わかんない。いろいろとなんか逆転現象が起こりすぎてて。ねえ。なんか、どうした？あ、ブライトン負けたんか。ブレントフォードに。珍しいこともあるもんだね。やったー。ということで、試合数は同じで、で、得失点差をどうなのかな。でも、まず、勝ち点じゃない。まあ、ポイントで94。ね。勝ち点94。で、得失点差が、こっちが、38。で、あっちは、47。すごいな。すごいな。どんだけゴール決めてんの？頭おかしいだろ。まあでも、こっちは失点がね、少ないからね。まさに、矛盾対決なんだよね。とりあえず、首位に返り咲いたのは大きい。
うわ。ファンタスティックゴール。ダメだよ、負けられねえんだよ、今。せっかく首位立ったんだからさ。俺、先外しちゃったのまずかったな。くぅ、やっちゃったな、あれ。打って、よし、ボールボールボール、お、ボール拾え、ボールを拾え、ボールを拾え、ボールを、俺は、俺は今ゴールゴール横で今ボール拾ってくれ、拾ってくれ、拾ってくれ。引き分けで終われないんだよ。ここで俺が何度も何度もシュートしてるの、こいつシザスしまくんだよ。さっさと拾ってくれ、ボールを。ブライトン 4-1 で勝ったか。うわぁ、また、また入れ替わったよ、周囲が。どうしよう、これ。一気一憂してられない。もうやだぁ。ブライトンも引き分けた。あぶねぇ。突き放されなかった。でもここで勝ってればまた逆転できてたってことだよね。もうやだね、もうなんていう運命の巡り合わせ。はい、ということで、とりあえず 3,4 月分は終わりましたね。計、8試合ですね。あー、もうね、週に立ったり降りたり立ったり降りたりの繰り返しで、もうこの5月の最終戦もう迎えるっていうね。一体どうなんでしょうかね。わかんない。どうなんだろうね。最後まで誰が勝つかわからないっていう。ここでスカンソープ戦がちょっと怖いなって思っちゃうような、思わないような。いやー。やだなー。さっさと安全圏行きたいなー。でも今シーズンのプレミアリーグじゃないんだからさ、やめてほしいよ、こういう接戦は。しかも、今思ったけどさ、ね。カーディフも一応ここにいるんだね。うん。ビビっちゃった今一瞬。44試合で今カーディフがそこにいるのか。ね。すごい三つどもえじゃんっていう。だからここでもし、次の試合ね、ブライトンとウルバーがどっちも負けたり、まあ引き分けたりしたら、ね。まだカーディフにも優勝のね、可能性が残ってるという、なかなか、なかなか面白い、この組み合わせというか、順位になってる。今シーズン。いやー。怖い。怖い。何が起こるか分かんない。ということで、今回この辺で終わりにしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。また次回、お会いしましょう。アスタルエゴー。